SNK 100メガショックネオジオ。どうもワーフォイトミットです。久々にお出かけしてきます。佐野アウトレットがある。道の駅ど真ん中田沼で、小休憩です。こんな感じです、ね、ジェラートでも食べますかね。さあ、いろんな種類がある。森の恋人とかじゃダブルエッグかな。やばい、少し溶けてきちゃった。ジェラート買いました。これジャージー牛乳仕様のね、黒蜜きな粉の感じです。こっち何なんだっけ。ストロベリーとラムネーズ。ラムネーズ。じゃあいただきます。もうね、めっちゃ美味しいですよこれ。あのね、ロイヤルジャージー牛乳でね、あの那須林道湖のジャージー牛乳の、乳質濃厚です。めちゃくちゃ美味しいです。ひなち牛卓球部でおなじみのね、しねしね棚が乗ってたパンダ感があります。ほら、息子が出てくる。こっちね、これ足湯があるみたいですけど、入れないのかな。あ、お休みって書いてありますね。本当はね、これ入浴料無料で足湯が入れるみたかったんですけどね、残念です。ジャジャマルピッコロ、ポーロリーがいますね。これ SL みの風に乗れるみたく、ね、なってます。あ、なんかメリーゴーランドの馬が、幻博物館思い出します。コロナのせいでね、喫煙所も使えなくなってます。ね、今度はね、久々に数年ぶりにハードオフの佐野店に来ました。なんかあるといいな。ジャンクコーナーに来ました。これタスクさん家にあったね、8の500円ガチャです。タスクさんに来ました、ね。エメリカがあります。コスモスのガチャガチャもあります。着きました。ここはね、ずっと来たかったんですよ。アミューズメントカフェ N さんです。駄菓子屋、筐体がありますね。じゃんけんジャックポイントポットがあります。やっと来れました。報道看板があります。これはどっちカラーですね、これね。こんな感じでテーブル筐体もあります。フィギュアも書かれてて、アニメーションとかね、出しますで、こちらタバコのジャンクがあります。でアストロシティが起動されてます。こんな感じですね。ディフェンダースのケーブルがこんな感じです。これ、もともと何の筐体だろうか。スペースインベーダーの消しゴムが並ぶんです、まあ、はい、アイスコーヒーが届きました。はい、アンガスステーキが運ばれてきました。美味しいです。いただきます。2階に上がらせていただきました。いや、またね、これ昭和のレトロの感じがしますね。うわ、昔のね、ブラウン管と黒電話と東映の漫画祭りのポスターですね。当時のね、渋垣隊のポスターと、ドラゴンボールのドンジャラもあります。すごい、ダコちゃん人形があったり、これ、おにゃんこクラブかな。ここにもタッコちゃんがいる。いや、すごいな。こんな風に2階がなってたんだ。上にもポスターがいっぱいある。ねえ。ここにも MVS 筐体が
あります。いやお、すごいね、このケロヨンだっけ、この薬局のね、あったりで、ポスターがあったりね。いやレトロだな、これはレトロ、すごい。せっかくね、こっちに来たんで、またね、あの佐野に戻ってきました。ちょっとね、探索したいと思います。で、あの車でね、走っていたら、ちょっとね、レトロなね、お店を見つけました。これね、昭和のレトロのポストもいいですよね、これ。ほら、ここですね。いやね、結構ね、情緒あふれててね、本当昔の雰囲気がね、残った街ですね。こちらにもね、気になったおもちゃ屋さんあります。おもちゃの京屋さんですね。いや雰囲気がいいな。それっていうこともね、あ、まあ2時間ぐらいですね。2時間あればね、うん、この辺もスーパーファミコンまだ残ってますね。ああね、うん、ゲームボーイカラーのガラスとか、そのカードがすごいな。カードがすごいね、ぼちぼち売れるんですよ。で、出店なんかすると結構やっぱり茨城、東京、埼玉とかあそこら辺から来るんで、もう多分残ってるところも少ないんでしょうからね。ないですもん、うん、このカード出す の、 あの本体ももう高いんですよ。あ、本体はね、そうそう、もう回す方も、あ、本体があれば、そう、あっちも高いんですよ。はい、ね、今度はね、栃木から群馬県の、館林市にちょっと足を運んでみました。今日最後かな、僕初めて来ました。この鈴木ストアさんの横にある、おもちゃの青木さんですね。おもちゃの青木。はい、それでは、今日行って買ってきたものを紹介したいと思います。まずは、佐野、栃木県の佐野の、ハードオフで買った、こちらですね、エポックの、コンピューターピンボール。これね、220円で安いなと思ったんですけど、まあ、あの NG って書いてあったんですけどね、まあ、一つの思い出として買いました。で、次に、同じ佐野の、レトロなごみ屋さんで買ったこのね、袋もかわいい。こちらがね、ちょっと見えづらいと思うんですけど、かぼちゃワインの、 ありましたね、かぼちゃワインの箸入れです。こちらがね、確か、350円。これね、箸入れコレクターとしてはね、あの買わずに入れられなかったですね。で、次に買ったのが、こちらもちょっとね、見えづらい、後で写真撮ります。これね、大の大冒険の、カンペンですね。昔懐かしのカンペン、全部ね、これとこれ未使用品で新品で売ってました。で、これが、群馬県の館林の、で買ったおもちゃ屋さんの、これがね、レミントンシュット。これコスモスなんですよ。これ箱がね、コスモスって、これ当時物で、そう、眠ってました。で、特価品になってまして300円で売ってます、ね。こんなお宝が売ってて、今日はこんな感じで買い物もできて満足な日になりました。ご視聴ありがとうございました。